おい。こんなんで笑っちゃったよ。はいどうも、QuizKnockの岡村です。こうちゃんです。山上です。上上根本です。古文変換クイズ。現代文をね、古文に変換するサイトが今ネットでね、話題になってますね。はい、バズってたのが、カメ太郎を変換すると燻製肉太郎になる。それはハムだと思われたのね。あ、そうそうそう、はい。今回はそちらで問題文を古文に変換してクイズを作ってきました。はい、普通に、ね、古文っぽい問題文だったのでね。なるほどね、リアリな気持ちでね、うん、そうでございます。リアリか、ちょっとよくわかんないね。おもろい取り出したな。問題文は全部で7問でございます。はい、正解するとプラス1ポイント、はいはい、正解の方はその問題お休みください。他の人は教えてくださいね。はい、他の人は押すことができます。はい、なるほど、マシンですね。では参ります。よし、おい。ついさ、こんなんで笑っちゃったよ。ストップ。つらくなっちゃったじゃん。まだ横を向いたでしょ。今まで変なのいっぱいやってきたのになんでこんなで笑っちゃったの。トイレトイレ、うわー、きつい。例えたらさ、靴履いただけだよ。では参りますよ。トイ、地の電話に起きて接触板の上に指とく払うと、黒電話。なんで違います。うわ、フリック。正解だ。知の電話よ。電話ってそっか、スマートフォン。そう、知の電話ね。黒電話のこれが指払うから。そう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 、何やったかそう思いついた。スマートフォンにおいてタッチパネルの上で指を素早く払う操作をなんという。うん、トークね、トーク。はい、まあ結構読みやすいですね。置いては起きてになるんだ、まあ、はい、これちょっとそこはね、いいですね。はい、ということでございまして、山上宇治に1点入ります。来たよ。これ別にその古文字書けないよ。ただ変な呼び方の人です。問い、平ら綿棒や白、ごまなどの綿棒を自在に選ぶべき潜水艦バサミを主力商品とする軽食鎖は何？サブウェイ。正解です。白黒でね、そこまでいけなかったんだよ。いや、それは僕も意味わからなくて、潜水艦っていう言葉が明確に聞こえてで、軽食って聞こえたから、うん、確かにもう言うものはサブウェイしか残ってないっていう。サンドイッチか。はい、そういうこと。挟む意味が全然わからなかったんだよな。軽食鎖ね。軽食鎖チェーンでしょ。あ、チェーンか。え、これ分かってますよ。え、もっと押せたな。もっと押せたな。じゃあ潜水艦の軽食でも。ちなみにね、問題文に出てきた綿棒というのはですね、これパンのことか。あ、そうです。綿棒、漢字で綿棒って書くわ。確かに。なんでちょっと綿棒の話してるんだろう。なんか多分それもあって俺頭の中が日用品のイメージになっちゃった。綿棒とか洗濯バサミとかなと思っちゃって。問い、くまなき文章などと言いしものはあらず。やくそ。風の歌を聴け。正解です。よしよしよし、これいい問題だ。冒頭か。はい、くまなき文章などと言いしものはあらず、くまなき絶望のあらぬようにぞという書き出しに始まる村上春樹の小説は何？だからもう何も分かんなくても村上春樹の小説を答えればいい。それより答えればよかったんだ。これはどういう説ですか？完璧な文章などといったものは存在しない。はい、あの完璧な絶望が存在しないようにねっていう。はい、そうですね。はい、ちゃんと覚えてないといけないんですけど、うん、まあ古文だったんでよかったって。くまなきっていうのがね、月がくまないっていう感じでね、完璧ってことですね。はい、そうですね。河村宇治にも1点が入りまして、うわ、そう、高い強し。1点、0点、2点。いやー、現代人か？全員そう。4問目。問い、陰、発火、砂糖を杯に入れて潰し、羊肉とソーダ注ぎて作られる混合酒は何？あと、ラブにソーダだから、モヒート。正解なり！わー、酒知識が強かったけど。いや、てか、羊肉を即ラブに変換できたの強いわ。うん、これは、お酒のラムが、羊肉のラムと間違えて変化されちゃったわけですね。はい、うわ、強っ。タサスに混ぜるんだったら、ラムはお酒かなと思って。確かに、羊肉、タサス、やばい意味わかんないけどね。
そうだね、その変換が早かったですね。早い、伊藤林、最初の意味がモヒートってだってそんな材料ないじゃん。音に委員会のピンでライムか。正解です。ライムとライムね、すごいね。モヒートの材料をそのままライムも陰ね、陰になったのか、うん、これいい問題だな。ちょっとあまりに現代詰まりすぎてよくないね。よくないね、なんかよくないね。おしし、こうぶず、みたし、押します。俺もう次は押すよ。次は押したこうちゃんがね、みたいですね。うん、問い、媒体は小底なりということの葉残し、独自なる媒体論を展開する文明批評。なるほど、マクルーハン。正解なりー。よっしゃー。媒体は小底なりがメディアはメッセージだ。小底なり。久々に聞いたら小底って詐欺語で覚えるやつ。そうそう、消すに息子のあの息あるね、小底 ね、 小底ね。媒体は小底なりって何ですか。手紙で伝えますよってことで普通に訳したな。手紙お送りしますのでご返信のほどよろしくお願いします。じゃあさ、次取るじゃん、うん、そうすると3-1-2やって山上優勝が確定しちゃうんだよ。だからちょっと押さないでいってもらえますか。いいと、いやいやまあまあ、いやいやだって俺が正解したとしても次川村さん取ったら同点優勝できる。じゃあ押そうか。ああ、これで納得すんの。俺も分かんない。だって同窓せなし。絶対押そう。いやもう次は押すよ。6問目、問い、問いね、持つばかりに手の罠なき塗る家具ってなんなり。なんなり。フラダンス。口押しながら不正解なり。口押し、口押しか。もうどうぞ。タンス。口押しながら不正解なり。今一度旅、今一度旅、今一度旅、向かい合うまで決まったな。よくやろう、よくやろう。それそれにするコツとしてないいいじゃん。だってちょっと偉い人だから。よくやろう。持つばかりに手の罠なき塗る家具ってなんなり。なりがむかつまあ、いっと持つばかり、持つと手が罠なきだから、戦慄の線であの戦うだから、ブルブルする家具、テーブル。正解なり。あー、テーブルか。テーブルブルだ。なぞなぞに強く、うわー、こなら天皇もびっくり。どういうことゴナラテンドとか、なぞなぞをまとめた方を失敗した。あー、そうなんだ。反抗した。持つだけで手が震えてしまう家具ってなんだ。そうですね、って言われてもわかんない。まあ、重いからね。テーブル重いから、結構重いからなんですから。なんで3人でやったの。ちょっと楽になっちゃった、3人でやったから。ということで、最終問題、最終問題でーす。最終問題は、最終問題は古文単語330の収録語数にちなんで、何でそれにちなむの。自分が疲れただけでしょ、それ。最後も言ってんじゃん。はい、問い、熱帯雨林学士、吸茶球。熱帯雨林学士、吸茶球、繁華街、全員に何人。うわ、全然分からん。ちょっとマジで分からんので、ちょっと山本と勝負かけよう。熱帯雨林学士でしょ、多分ね、全員で何人だから、あ、そういうことか。え、吸茶球、茶球、吸茶かな。いや、あの、他は分かったんだよ。他は分かった。それじゃあ教えてよ。もうないんだからさ。多分、隠しは、うん、ポケットじゃない。正解です。ということは、これとジャングルポケットさん、ジャングルポケットさん、吸茶球、吸茶球がやばいんだ。で、繁華街をダウンタウンさんか。じゃあ今5人だ。なんで俺これ、なんで俺これ結構わかんないよ。もうなんでよ、吸茶球。99さん、いや、わかる。でも茶は、茶ってなんだ。それなら吸球じゃない。T じゃない。何？正解です。
この手でやるんですよ。ということで、山田さん優勝でーす。嬉しい、糸嬉しい。はい、ということで今日はね、古文変化クイズやってきました。なんかね、古文なのかこれっていうのもありつつ、うん、まあね、古文変化はね、まあ、いろいろできると思うんで、皆さんもなんか変化してみてください。あのぜひ今日のコメント欄にはね、あの古文変換したコメントをね、はい、お寄せいただければと思います。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは、バイバイ。ついでもらいました、知ってね。Twitter ってなんて言うの？青鳥。つぶやきとかやったさえずりとかやったさえずり。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。